事務所だよりはい、どうも、はい、というわけで、今日の事務所だよりでございます。はい、今日はリュークさんが事務所に来てくださいまして、うん、どうも、ドラムのリュークです。はい、ワンマンライブについてのミーティングを一日やっておりました。そうですね、これが最終ミーティングですね。そうですね、ミーティングは、ミーティングは最終ですね。あとはもう練習あるのみという感じと、はい、あとイッシーが寝ずに頑張るのみということでね。うん、まあそれはもう分からへんやろ、ね。まあそのライブで使うね、演出物をこういろいろ作るのがあるのでね、はい、はい、そこら辺が今日みんなで話固まって、はい、いっぱい編んでたね。いやすごかった。出たね。やりたいことがありすぎてちょっと溢れそうになっちゃってね、うんうん、でもさ、絶対この演出は入れようって前から言ってたやつがもう入らんかったもんね、うんうん、逆にね、逆にね、あまりにアイディアがね、もう他のが出てありすぎて、目にね、この前見に行って、うん、あのすごい下見に行ったんですよ。そうそうそう、まあ、改めてね、下見出たことあるけどな。そうそうそう、やるとしたらどんな感じかなって見に行ったら、やっぱなんか見方も違うというか、いろいろあ、これできるね、あれできるねってなってきて、そうそう、いい感じにアイデアが膨らんでですね、はい、いや絶対老若男女みんな楽しんでもらえる日になるんじゃないでしょうか、本当に。ぜひ0円ですので、まだまだこれは、いや、これなんで0円なんで0円なのこれ、なんか安すぎたら、安いっていうか、かかってない、うん、すごいね、うん、すごいと思う。なんか、2000円でも来てくれへんの、なんでって思うくらいいいのができている。ただでも、もしかしたら見ん方がいいかもしれない。世界変わっちゃう、うん、普段のこれ見たらもう他見れへん、ね、世界観が変わっちゃうの、自分の、うん、戻れなくなるかもしれない。うわ、ライブ来れへん理由、それで言われたいわ。なんか、ごめんこの日他のライブ行くからとか、ちょっと予定あってとか言われるより、ごめん、コウサメのワンマン見たら世界変わっちゃうから怖くて生きへんのよなって言われたい。そっちがいい、そっちがいい。それ言われたら来いよって。せやな、せやな、しゃあないなってなるもん。いや、ならへんよ。そうかーっつって。空いてんねーったら来てくれ。10月23日5時からの、はい、ワンマンライブでございます。まあ2時間くらいで組んでるので、うん、まあちょっと、まあもうすごく長くなって2時間半みたいな感じですので、うん、ちょっと後がわからないとなって、もし思ってた方はその辺の時間ですので、うん、そんな感じで来てもらえたらと思います。予約も今受け付けてるので、もうメールでね、あの行きます、コンソ、誰誰って名前を送ってくれたら、うん、ライブの日付と、はい、10月20日誰誰、それで0円チケット希望は、はい、チケット希望で、はい、普通に特典がついてる普通のチケットの場合は普通で、何も書かれなかったら普通で入るので、はい、はい、まあそんなでも、とにかくこれは見てもらわな困る。いやそうだね、うん、うん、見てもらわんかったらやる意味ないもんな。あ、そう、そらそうや。できるだけ多くの人に、うん、そうだね。すごいっていうか、俺が見たいもん。見たいね。わかる。ね、楽しくなっちゃって。自分のライブを生で見れないのが毎回その損だなって。いや、うん、このライブはマジで見たい俺、うん。私も友達がこのライブして絶対見に行くもんね。いや、やる前にこれって知ってたんですよね。絶対おもろいやん。絶対行くってなる。うんうん、それぐらいなので、ぜひ最初から、うん。俺も長いバンド人生けど見たことないもん。うんうん、見たことない。うん、新たなる一歩を踏み出すコンソメプラスを目撃し、うん、いや、ちょっと怖なってきたな。うちらも変わっちゃう。いや、うちらも世界変わっちゃう。もう怖くなってきたな。この後30分ライブがこれでいいかみたいな、なるかもしれない。すごいハードルな。どんどん成長したってる。避けてんの？避けてる。避けてる。はい、まあ、この日はね、他にも、念願のロンティーが新発売されたりとか。お前だけだね、念願。でも、ツッチーも欲しいって言ってた。まあ、この季節ちょうどいい、ね。ツッチーもロンティー行きたいって。なんか、今の言い方はファンからもういっぱいロンティーって言われてたみたいな言い方。ああ、私が欲しかった念願のロンティーも出るし、そしてずっとね、ジップアップのパーカーがいいってこう言ってもらってたので。これは念願ですね。みんなの念願のジップアップパーカーも、はい、赤と。黒が出ます。赤ほぼないからな。赤ね、なんか赤さ、いらんかなと思ったけど。いや、俺はでも少なすぎやろと思ってんけど、発注。あ、本当？そう、限定感。マジでちょっとしかないんだけど。あ、本当？こっちの話よ。めちゃめちゃ赤やったからさ。めちゃめちゃ赤。これ着るかなと思って。でも前、カナリアイエローが意外とすぐなくなったから。俺、売って以来見たことなくない。え、どういうこと、着てる人、え、着てくれた人、おるよ。そうそう、なのでね、赤ちょっと、赤が欲しい人はもう早くしないと。そう、早めにゲットしてください。あとはタオルはいっぱいあるから。おタオルも出ます。おー、もう
オッケー出たな、大丈夫。OK 出ました、はい。今回はマフラータオルを作りまして、まあ、サッカーにちょっとハマってますね。そうだよね、みんなね、最近すごい。ちょっとそこを意識したサポータータオルみたいな。サッカーかぶれタオルができます。はい、サッカーかぶれタオル。はい、またデザインは近々発表しますのでね、そちらもゲットしてもらって。はい、そして何より、輝きの彼方CD 1年半ぶりの CD が出ます。どういうこと？ CD のことなんでよ。 CD が出ますから、2曲入りの1000円のね CD が出ますので、うん、ぜひそちら本当に楽しみにしててもらって、でもうこれ見てくれてる人はもう皆さん CD をゲットしてほしいねんけど、まあでもちょっと時代に合わせて、うん、その翌日から、はい、10月24からサブスクも解禁いたしますので、すぐ聴けます。どこでも聴けちゃう。どこでも聴けちゃう。 CD は CD 買って、うん、楽曲ダウンロードした上でサブスクで聴いていくって感じ、はい、そういうスタイルで。めちゃくちゃいいね。はい、なので、うん、聴けるからいいやじゃなくて、ぜひゲットしてもらって、うん、でもほんまにもう早く聴きたいって思ってくれる人はサブスクでとか、iTunes ストアとかでねダウンロードして聴いてもらえたらと思います。はい、そんな感じかな。はい、もうあとはもう23日にね、うん、全てをはい、はい、かけますので、あとはみんな体調管理気をつけて、ね、はい、風邪、インフルエンザも流行ってるらしいので。あ、そっか、寒くなって季節で、そう、次はそれが来てるみたいなので、本当に発熱せずに、うん、元気に23日ですのでね、23日まで本当に元気に過ごしていきましょう。はい、はい、それではこの辺で終わります。はい、さようなら。さようなら。シンプルな。エンドルフィン全開です。ハッピーオーラフルスロットルコンソメプラスです。この度9周年ワンマンライブ開催決定しました。コンソメプラスのワンマンライブは笑いあり涙あり何でもありのエンターテインメント。2022年10月23日日曜日、赤羽レニーアルファにて開催。チケット好評発売中。詳しくは詳細をクリック。ゼロインチケットもあるよ。